えー、おはようございます。えー、名古屋産業大学の瀬川です。えっ、ー、と、また角度を変えまして、えっ、ー、と、金が良くないですね。えっ、ー、と、月曜日は、えっ、ー、と、私は、えーえー、愛知県の尾張瀬戸というところがありまして、 大学からすぐ近くなんですがあのそこに新しいホテルができまして設備、えー、もよろしゅうございますのでねそこに毎週月曜日は泊まることにしています、まあ、テレビもよくて YouTube をよく見るんでございますね何を見てるかっていうのは、まあ、あまり上品なものは見てないんですがあの私,私あの事業の補助教材として YouTube、まあ、よく利用する方なんですが あのやっぱり気になりましてね、えー、事業の補助的な位置づけで、多少難しく社会人の方にもというスタンスで作りますので、で気になるのは、まあ、内容もそうなんですが、あのえっと、文字起こし機能とか、あのえー、っとあのございますよね、まあ、もしお、えっと、お耳の悪い方がいらっしゃいましたら、 も文字起こし、えー、字幕機能というのは非常に重宝でございますので、えー、気になるっていうのはきちんとしたしゃべり方をしないととんでもない語字が出てまいりますので、えー、まあこうやって「あの」あってこう笑,う笑ったり「あ」とか「う」とかって言ったりするとそれも、えーまあ、あの化けちゃうわけですね。ここのの前あの市場の欠陥とということを対応して YouTube 作りましたら血管があの血の血管になっちゃうんですねでこれはしゃべる方法をどういうふうにしたら欠点という意味の血管になるのか頭を悩ましているわけでございますが、まあ、いずれあのこの人工知能の文字起こし機能字幕機能にうまくなじ,んなじめるようなしゃべり方をしたいと思っておりましてまあそれは、えー、学生にものを教える授業するものの まあ、心得ということになるわけでございます。まあ各文章のようにえー、えー、とかって言わないであの各文章のようにしゃべれば AI も迷わないんじゃないかと思うわけですがいかがでございましょうか。えー、今日はその YouTube のことが頭にありまして、えー、Facebook で ライブ配信をしてそれをあの保存して動画編集ソフトにかけて YouTube にアップするわけでございますがちょっと Facebook の方には申し訳ないのですがえ画像があまり良くないんですねそれはあのカメラのせいかもしれません安いカメラ使ってますので YouTube のせいにするなってお叱りを受けたら謝ります がやっぱりあのデジタルカメラの方が画質が画質が格段にいいことは事実でございますが、まあ、ちょっと充電したり、えー、接続の線をつないだりつないだり外したり結構面倒なところがありますので、まあ、ついついこうやって Facebook でお話をするわけですが今日はあの e スポーツについて、まあ、ゼミで、ね、やりますので、えー、私 くしはこの e スポーツについいて全くあの関心もも <laughs> 知識もございま,せんまあしかしこの e スポーツの市場規模がここ数年ですね、えー、飛躍的に大きくなっていることは事実でございましてそれは日本だけじゃなくて、えー、世界中、えー、これは発展途上国先進国問わずじゃございませんでしょうかね。ということで まあ飛躍ですが世界が一つに,一つになるというようなまああの e スポーツを通じてですね一つになる可能性がまなきにしもあらずということでオリンピックの,えああの物理的なスポーツの方は吸ったもんだよ中国がどうのこうのとかっていうまああの出てくるわけでございますが、ね、e スポーツはあのそのえー既存のオリンピックスポーツに まあない、何て言いますかね、ジェンダー平等といいますか、おとな、まあ、しいと言っていんですが、静かな、静かな地域振興、あるいは人間の活性化といいますかね、喜びといいますかえ、不幸にして障害をお持ちの方もできる、年、ね、を取ってもできると、えー、それこそ子どもからお年寄りまで、ね、できるという意味で、非常にまあこうジェンダーフリーといいますかね。 えー、よろしいんじゃございませんでしょうか特に私など後期高齢者になりますとフレちゃんはですね、えー、歩くのさえ面倒になってきておりますのでそのスポーツとは縁遠くなってきているわけですでそれがいろんなまあ病気を引き起こすということになりますので、まあ、医療福祉、まあ、文化地域振興その他さまざまビジネス えー、いろんな方向へこれが発展をしていく、えー。男だろうが女だろうが e スポーツを通じて、えー、できますのでね <laughs> その、えー、女性はあれしちゃいけないというようなスポーツ種目もございますんですよ、大学のカリキュラムの中には。女性はあれは取れないと、あのスポーツは取れない、れ取れないというのは、履修ができないというね、えー、あるんです、ございますよ。えー、そういうい意味でのジェンダーーフリー えー、ジェンダーの垣根をね取り払ったそれこそ赤ちゃんから赤ちゃん無理ですかね子どもからお年寄りまで世界中の人々が垣根を越えて、えー、共通の言語を使ってですね、まあ、言,言語の問題もあるのではないでしょうかしかしこれも人工知能であの即座に翻訳をしますのでね まあ、当面は英語が片言喋れれば、スポーツ用語だけ知っていればいいのでしょうかああ、ちょっと分かりませんがね、非常に大きな意義を持っているということを今日申し上げましてですね、えー、皆さん方もぜひご興味のある方は、株式会社、株式会社 NTT データ経営研究所というところがホームページを作っておりまして、えー 正確に読まないと、えー、AI もきちんと文字にしてくれませんので、えー、なるべく正しい日本語を使ってあの行きたいと思ってます株式会社 NTT データ経営研究所 e スポーツがもたらす可能性と社会的意義というまあ、ちょっとした論文を書いております 非常に真面目な方のようでございましてデータなんかを使いながら詳しく NTT らしく説明をしているところは非常に好感が、えー、持てるので、えー、このライブ配信にあたって、えー、参考にさせていただきました。 えー、終わりにということで、ダイバーシティ時代の新スポーツに向けてということで、いくつか論点をまとめておられます。これ、ダイバーシティ,ディバースティって発音するのが正しいんじゃないでしょうか。ディバーシティ、ダイバーシティ。ダイバーシティっていうと、ダイバーの人があの集,う集う街みたいに聞こえるんで、私はデ、ディバーシティ、ダイバーシティですかね、発音は。 まあ、ち,ょちょっとご意見、ご意見と言いますかあの、えー、お聞き苦しければご容赦ください。このディバーシティ時代の進出スポーツということで、えー、先ほど申しましたように、エイジレスですね、年齢に垣根がない、それからジェンダーレス、これ男であろうが女だろうが、中間だろうが、まあ、中間なんていうこと言っちゃいけないんですが、ジェンダーレス、ね、先ほど申しましたような、大学のスポーツのカリキュラム。 女性は立手できないというのはあるんでございますよ、はい。それからエリアレス、どこにいてもこのサイバー空間でできるということで、4番目にハンディキャップレス、これはまあごあの障害とお追ってね、えー、フィジカルなスポーツはちょっとできない、まあ、できないといってもあの、えーあの、パラリンピックの方でね、 それは、べこの配慮しながら、障害のお持ちの方も、フィジカルなスポーツには参加できるわけでございますが、そういう意味でのハンディキャップレスというのを挙げておられまして、この4点ですね、挙げていて、非常に要点がよく整理されて、私としては、この付け,加え付け加えることはないのでございますが、やはり、 経済学を勉強しておりますと、この地域振興とか地域経済とか地域開発というようなことに、まあ、興味がございますので、うんえー、新しい時代の地域振興策、はい、これはあのこの、えー、NTT さんの文書の中にもございますが、サイバー空間を使った新しい地域開発政策のモデルとして、 これを活用していくということになりますと、またこれがあの大きな意味を持ってきましてね、えー、地方自治体の方もいろんなところで、横須賀やいろんなところでこの e スポーツを取り上げて、わが地域の発展に何、えー、とかしようという動きも広まってくるんじゃないかと思いまして、5番目に新しい時代の地域開発政策。まあ もう地域開発という言葉自体が古くなってきているんでございましょうかね。新しい空間、サイバー空間を利用した交流人口といいますかね。そういうふうな捉え方でもって、えー、地,域地域の在り方を根本から変えていくようなあの内容だということを申し上げまして、えー、10分以上しゃ,しゃべるなという。あの 意見が強いございまして、ね、ちょっとオーバーしてるかもしれませんが皆さん方はどうお思いになるでございましょう